ああ、ええ、何ん？はい。おい。はい。はい。え？あ？うん。おい。うん。はい。ええ。うん？おい。おい。おい。何？
までむしってやるよ。じゃあね。何食って育ったんだ。
あ？ん？何？はい。いや。何？何？
ちょっとそが財布置いて消えろ目障り この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話。店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。さっき言ってた人生登場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ、毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。極道学科ああ
このビルの他の店は。ああ。ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでる。住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間、最近来るのは無言電話だけ。誰だ。なんで急に。どうしよう、五六人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。分かった。どうも生瀬さん。うちはそうは言ってもこのビルはもう。だからって毎日も見ない顔だけど、そちらさんは。あいにく俺は仇の人間。用心棒。立花不動産って仇。それより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ。今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色付けて200万。生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。あんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ。こら、何か。あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。
お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんた、もうここでの仕事は次のと。さあね、いろいろだよ。どういう連中なんだ。何が目的か。闇。俺から見りゃ、カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから。人生一家もその手で。聞いた話。何。本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られて。もっとも、作られたのはその。なるほど。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってない。ただいや、俺があとあんたに言ってやれるのは。虫の居所が悪いんでな。邪魔だ。勘弁してくれ。
悪かった。おお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 。そこらお金ちょうだいよ、お金交換だ。遊ぶお金欲しさでした。許してください。立花不動産。ああ、今日それで俺見たね。よかったじゃん。あんたらに話聞かせてもらいたいんだ。お、おお。何？そうだな。あんた話。ああ、それ。ずいぶん流暢に。ダメだ。わ、ただその前に一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中なるほど、酒なら何でもいいって。それぞれの好みに合ったぞ。教えて。おお。とりあえず金出せ。後悔するなよ。
調子乗ってました。私はクズで。おお、勝手に。ほら、出すもん出せ。後悔する。許してくれ。いらっしゃいませ。
おお。はい。おい。邪魔だ。
だけど、お金くれない？え、悔しいからもう一勝負行こうと思う。いらっしゃいませ。ありがと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 う。おい、何？
おい。ないでしょ。ねえ、ちょっと寄ってって。ちょっと遊んでから帰りたいですよね。なんだ。どうすと。おい。Mm-hmm.